よっしゃー、じゃあ行こう。夏の大会楽しみですね。はい、まあでも下手すりゃ初戦敗退もありますからね。気を引き締めて行こう。よし水谷かな。水谷っすね、ここは。はい、これで行こう。はい、ランクは D とのことなんだけど、前評判では。ちょっと失礼。D でしょ。雨降ってるね、雨。雨の試合か。D か、OK。C じゃなかっただけまだいい。いや、負けられないですね。さあ、雨が降ってますけど。いいボール投げんね。うわ、やっぱ雨だからね、ちょっと打球死にますね。打球死ぬ。さあ、当てて当てて、先頭出ると先頭。うわ、全く下手くそだぞこのチーム。うん、 OK、 流し打ち。とりあえず信頼度の高いコマンドを選んでいきますけど、今度はうまく取ったか、セカンド。いやー、競ってんね、競ってるね。 OK、 よし。さて、ここは無理して前進はしない前進はしない、無理はしない。ああ、いいや、ツーアウトにしろ。 OK、 いいです、いいです、これでいいですはい、これでいいです。ここはツーアウトだから、ちょっとね、切り抜けてほしいですね。若林に変えるのもありなんだろうけども、左バッターだし。 OK、 いいですね、いいピッチャーになりましたね。深川、送りバント5なのよね、これ。流し打ち。いいね。よし、強攻策が当たった。強攻策が当たったよ。これ転がせ。でも転がしてもね、打球死ぬからね。うわー、くそ。よし、生きた。ホッキー、生きた、生きた。ラッキーボーイは守る、使えない。じゃあもう転がすしかないな。センター前あたりにポンって打ち返せ。うわ、うわ、ちょっと、ちょっと、いきなり点数取られないでくれよ。さあ、抑えろ、抑えろ、お前。ここはもう1点もやれん。簡単に1点やりすぎなんだよな、本当。しかもこの程度のチーム相手に。いい、1つ取れ、1つ取れ、1つ取れ、OK。守備変えます。ファースト守れる人、小寺。守備変えます。さあ、セカンドショートに、セカンドショートに打たせろ。 OK、 ファル。よし、大丈夫、大丈夫、大丈夫。掴んで、これで3アウトになります。8回の表が終わって、さて、来たね。あー、また、またこれ魔物なし。さあ、打ち返せ、打ち返せ、打ち返せ。
よし、オッケー。だけどここから下位に差し掛かってくるからね。お祭り、あんま引っ張りたくないね。でも引っ張りたくないんだけど、3だから。ちょっと待って、バテてるぞこいつ。もしかしたら待てで出塁できんじゃねえの。ほら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 、これ待てで出れる。 OK。 さてここだ、コーデラ。ファイトは意味ない。すごい犠牲フライ行きたいですよね。ミートかな。いいよ、いいよ、当ててくれ、当ててくれ。くあ、インフィだ。これでツーアウト、ランナーはフル。インフィだ。くそ。頼む頼む、当ててくれ。掴むとバッティング全然だ。おっしゃー、くっそ、1点も入らん。来た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 。OK、 魔物頼む。ピッチャー調子乗ってるから。よし、くわくわ、ダメだ。よし、 OK、 よし、 OK、よし、もうダイソー行きます。山内、送りバントですよね、ここセオリーだと。よし、 OK、 あー、まあ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 いいでしょう。ラッキーボーイ、引っ張れ。よっしゃ、お祭り。あー、信頼度低いな、流し打ち。この回で、いいよ、あー、くわー、やばい、やばい。うわー、闘魂、引っ張れ。当たった、いやー、ここで決めたかった。ここで決めたかった。うわぁ、負けるようなチームじゃねえぞこれ。負けるような相手じゃねえぞ。いやー、うわー、もう、いやー、これショックだ。すんげえ温めてきたこのチームが。いやー、マジかー、マジかよこれ。嘘だろう。いやいやいや、負けるチームじゃねえぞ本当。再三チャンス潰せば、でもやっぱこうなるよね。なんかね、あと1本が出ないんですよね。あー、くっそー。あー、いやー、現実を受け入れきれない。マジか、絶対逆転できるって信じてたんですけどね。魔物まで発動して、
ピッチャー陣だって悪くなかったのに。まだなんであそこでホームラン打たれるかなって話なんだけどね。ホームランってか1点取られるのっていう話なんだけどね。くっそー、あー、いやー切り替えなきゃいけないんだろうけど、ちょっと秋の大会始まるまではちょっと切り替えられないかもしれないですね。西脇とことんこいつもに西脇鍛えまくっていいピッチャーに育ててやろうか。 OK、 ダメだったけどまあまあいいでしょう。どんどん西脇ちょっと鍛えて、いやー、いいショート育てたのにな、いいセカンドショート育てたのにな。パワーヒッター、小寺パワーヒッターになってもな、パワーないぜ全然。くそー、うーん困った。まあまあまあ頑張ってやっていくしかないですよね。8月15日だっけ、あれちょっと忘れないようにしよう。もう切り替えてその8月15日とにかく忘れないようにしないと。引きずっててね、そこちょっと通りすっ飛ばしていっちゃうとまたちょっとねもったいないから、もうこっからまた気持ち切り替えてやっていくしかないよな。はい、ピッチャー来てるね。じゃあちょっとピッチャー能力上げたい。 OKOK、 松永ちょっと能力上がった。はい、オッケー。あー、ガイア2人、レーザービーム。まあ、レーザービーム見てみるか。なかなか来ないか。はい、次。マシン打撃。オッケー、広角。いいですよ。広角もなかなかいい特能ですからね。あ、またレーザービームか。いや、レーザービームつけてやれ。ダメか。来ないね。来ない。ダメだ。ピッチャー、OK。これでいこう。ピッチャー。くそー。対してちょっと、身になる合宿ではなかったな。まあいいや、これも是が非でも秋の大会勝たないと。そこそこまで落ち込んじゃったから、味覚、球速、制球、スタミナがないね。制球、スタミナ、肩、ちょっとパワー上げたいな。ここパワー、走力、肩、うん、肩だな。肩、実は走力、ミート、走力、呼吸は OK だな。じゃあ、肩。こいつは走力、守備力、守備力、まあ肩でもいいけど、まあこいつも守備力かな。根岸は走力 OK。 あ、8月15日ね、8月15日。おっと、いいのあるじゃないの。待てよ、4567だから、ちょっと細かく刻んでいくか。細かくね。ちょっと待って、オーダーもう組んじゃおう。やっぱ西脇がエースか。ち
っとこいつのリリーフでこう勝ち進んでいくっていう夏にしたかったよね。ちょっとこの辺は、いや塚本キャッチャーでしょうよ、なんでこう いじるかね。山内セカンド、小寺サード、小寺セカンドの方結果的に良かったな。これ山内遅いもんね、成長が。遠藤がショート、違う、遠藤がショート、市村外野、小平外野で、あとファーストと外野か、空きがあるのは。まあ船津かと志賀、こいつらを入れてやりたい。あ、こいつファースト守れんじゃん。じゃ志賀をファースト、船津をレフト、これでいってみましょうか。今回は割とすんなりハマった感はあるね。うん、弱いな、弱い、うん、弱い。弱いな。それこそ小寺4番でもいいんじゃないか。これこいつパワーヒッター持ってるからね。これでいいか。小寺に関してはちょっとパワー重視で育てていこうか。うん、あのオール D まで行ったらちょっとミート C まで上げて、そこから全突破でパワー行ってもいいかもしれないね。まあどんだけ伸びるかわからないけども、あとできれば弾道も3に上げたいな。わあ、ちょっと寄れないか。さあ、やばい、いじれないな。練習指示、これで、あー4か、寄れねえじゃん。2来い、うわー、諦めるか。これやばいやばい、8月15日も止まれんぞこれ。わあ、これそこそことかになってね、このコマンドがね少なくなるとこういう弊害がね生じるのよ。よし、オッケー。いやー、休み、そっち特訓じゃないのか。くそー、しょうがないですね。ちょっと新チームの出だしはね悪いですねこれ。練習試合やる？いや、やらん、もうこのまま行く、このまま行くわ。練習試合って不安になりたくねえもんなっていう。まあ本当はやった方がいいんだけどね、信頼度上げるために。でも練習試合でさ、練習試合で勝っても大してそう信頼度上がらんっていうか、やっぱ公式戦勝ってなんぼっていう感じがするんでね。なんだったら本当もう秋の大会終わってから練習試合やってもいいぐらいだから、もしランク下がったりとか評判ね下がったりとかしてってなったら、やっぱ練習試合やってもいいかなって思います。いやー、選抜目指して頑張りましょう。はい、いやー、西田まだ変化球練習やっとる。制球スタミナ OK、 パワーは OK、キャッチャーは肩、まず肩
D までいてくれればいいけどな。まあでもすぐ試合始まっちゃうからね。勝った総力ミートはまだか。総力勝った。どうしようか。どうせもうすぐ試合始まっちゃうからミートパワー上げていくか。まだ余裕あったらね、守備とか C まで持っていきたいけど、まあまあまあいいでしょう。こっちは勝った。守備力、守備力、まあまあいいか。守備力、総力、総力、 OK。 よーし、 OK。 はいはいはい。さあ始まるよ、始まりますよ。どのぐらいできるかな今のこのね現状で。 DD で C とかなるパターンもあるからね。スクイズ、もう少しスクイズの攻撃増やしてもいいかもしれないですね。満塁になってからとか、あまりにもちょっと犠牲フライとか強行に出てね、満塁で点数取れないっていうケースが多い気がする。まあ本来ね、リアルな野球の世界だと満塁ってあんまりスクイズっていいもんじゃないんですよ。あんまちょっとセオリーじゃないっていうか。内村こいつ内気だからいい ?OK。 まあ塚本は割とまあまあまとまってきた感があるな。でも1年生から出してる割にそんなまた能力上がってないっていうか、結局勝ててないからっていうのはあるんですよね。勝ってたらもう一つずつみんな上がってたと思う。ミートンパワーも総力も。第1回戦の模様をお届けしてまいります。小田原西、一塁側小田原、三塁側先行チーム、拍手にお願いします。はい、 D ですね。チャンス、大チャンスよ。送りバント、そうそう、これ徹底よ徹底。こういう野球徹底よ。本当派手なことできないからね。魔物は使えない。さあしっかり当てて、よっしゃ、こういう打球さ、こういう打球、ほら、そして今拾い直したね。当てりゃなんかあるのよ、当てりゃ。転がせ。さあ期待の新人だよ、船津。船津だけど船津って言いたくなっちゃうんだよね。よっしゃ、いやスタンドに入りました。惜しい、よし、こっちどこと入ってくれ、ぐわぁ。西脇がよく抑えてますね、これ。これをバントやるんじゃないだろうな、お任せやったら。おいいね、そう、こういうのもあんのか、お任せで。すごいね、自動で盗塁した、すごい。遠藤さん打率が悪いね、引っ張ってくれ、引っ張れ。転生プロだろ、くそー。いや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 、いやこれ攻撃いっぱいこう来てるから、ほんとね、これ追加点取らないとほんと流れ持っていかれちゃう。するなよ、オッケー、よし。バッターは1年生、滋賀、流し打ち。ちょっとストライク入ってないですねこいつ、ほら。
ほら入ってない。もう一球見てもいいかな。ほら、さて来ましたよ例の。はい、もうお任せ5だね。スクイーズ1だからお任せでいってみる。よし、これ1点入る。 OK、 結果オーライ、結果オーライ、結果オーライ、よく当てた。よーし、 OK、 よし、これで完全に主導権を握った。完全に主導権お任せでいいです。そう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 、振って振って当てよう。当てりゃ何かあるから。 OK、 流し打ち、あー死んだ、打球が死んだ。よし OK、 流し打ち OK、 いいよ、いい野球ができてる。こういう野球ができてるときは勝つ。入った入った、 OK、 山内 OK、 能力低いんだけどね山内は。でもよく打ってくれました。よしよしよし、進塁だ進塁だ、 OK、 進塁進塁。さあ西脇、あれ西脇、これさっきあれあれさっき言ったの西脇じゃなかったっけ。さっきあれ西脇だと思ったけど船津じゃん。あれあれ、あ西脇か。ああそっか、そういうことか。最新の3打席しか見れないんだ、そういうことか。上がった。まあこれだけ点数あるのでちょっと控えも使いたいとこですね。まあこれ7回コールド取れなかったとしてもいいのでちょっと控え出したい。キャッチャーは変えない、この辺ちょっと変えたいとこですけどね。よし、これで多少は控えも守れるようになったでしょうね。えほら、こいつは外野とファースト、根岸は外野とファースト、じゃあ外野で行こうか。服部はサード、宮外野、キャッチャーは変えたくない、キャッチャーは変えたくない。でもなんだったらファースト守らせてもいいかなとかは思う。ちょっと待って、根岸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 、ちょっと待って、あれ、あそっか、あそっか、こうか。これでちょっと行ってみよう。守備に関してはこのイニングは問題ないと思うんですよ。まあ打つ方はダメだから、これ同点とかに追いつかれちゃったらかなり苦しい展開にはなるかもしれないけど。おい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 、いきあれピッチャー取ってやれよ、ピッチャー、ピッチャーが取ってやれよ。よし、オーケー、よし、緩急オッケー、1個取れ1個取れ。山内やね、山の内なんだ、山内だと思ってた、山の内。オッケー、あれ素の能力だったら多分弾いてますね守備に気合い入れたから取れたものの、まあまあまあ理想的な初戦だったんじゃないでしょうか。うん、オッケー、西脇、オッケーオッケーオッケー、西脇と誰、
誰？西脇と塚本。いいじゃん、バッテリー2人で超ノリノリだからかなりいいんじゃないか。次も勝ちたいですね。ちょっと東北大会2年連続東北大会は行きたい。市村最高。相手のランクは奥入瀬学園。勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、さあ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 、三塁側奥入瀬。拍手に送られて守りに散っていきました。ご覧のスターティングオーダー、守備が非常に強いなあ。おい、守備が高い。ノーアウトランナー一塁という場面、魔物来い。魔物来ねえわ。僕リバウンド1、セーフティーディックか。いいバウンドだ。うん、もう OKOKOK、よし。あーでもまあまあまあいい。お任せだ。こことりあえずバットに当てろ。早い早いよ。おいおいおい、そうそうそう、当てて当てて。早いよ。さあ勝ち越しのチャンスを。二塁タッチはセーフ。さあ打て、ワンヒットでいいぞ。大きいのいらんぞ、大きいのいらんぞ。いやー落ちないか。取りました。これなかなか点数取れないですね多分。いいね、超ノリノリ、引っ張り。打ちました。初球打ち、センター方向へ持っていきましたが取ってアウト。ちょっと点数取れそうにないですね。ノーアウト1、2塁。もうでもちょっと西脇に頼りたい。うわー、また微妙なところに飛ばすよね、本当。微妙なところにね。いやーこれまずい。ノーアウト満塁だぜ。三振取れ、三振、ここ三振取れ。くわー粘る。よし、 OK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 。 でここでゲッツー取れりゃ最高。追い込んだ追い込んだ。よっしゃ OK、 頼りになるわこいつ。抑えろ、ここノーアウト満塁を抑えろ。いやボールいってる、ボールいってる。よし、オッケー、よく耐えた、よく耐えた。ノーアウト満塁頼りになるわ。となると点数欲しい。オッケー、あーでもダメか。西脇ここどうする。お任せだな、ここ好きに打てばいい、ツーアウトだし。いいよ、負けてない負けてない、こっちも負けてない。いやくそー、点数取れんな。くー転がせ。うわー抜けない。あれ抜けてくれだったらね、ちょっと面白かったんだけど。あースタミナアップがいないか、スタミナアップ要因が。ちょっと落ちてるか、落ちてるね。よし OK、 ラッキーラッキーラッキーだけど、もう長くは投げさせられないかな。よし頑張れ西脇、頑張れ、頑張って抑えろ。うわーセカンド、くそーくそー、西田行くか。西田の僕の信頼度はかなり低い。よし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 、 OK、 よく耐えた。ここで勝ち越す、勝ち越すぞ。ここでダメだ、盗塁がダメだもんな。まあカウントによってはエンドランありって感じかな。
あーいい進塁だ進塁。オッケーオッケー。志賀さあこういう試合ってね結構1年生打ったりするんすよ。うわ信頼度5まで上げたのにな。よし転がせ。ファイト使ってもいいかここ。はい。うわよし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 。ラッキーラッキーラッキー。初球送ってきました。よしいいバントだ。いいバントだ。ここで決めたい。ここで決めたい。頑張れ決めろ決めろ。よしオッケー。市村ラッキーボーイ。転がせとにかく転がせ。いいボール投げんな。125球。うわ120球超えてもいいボール投げんなおい。うわくわ点数取れなかった。でこうなるといい流れいくよね向こうに。133球。もうダメかな。まだいける。まだいけそうだな。大丈夫か。うわあのコースちょっと、あのコースちょっと嫌ですよね。いやーでもストレート落ちてきてる。ダメだ。あーダメだ。変える勇気も必要でしたね。いやーまず1個だ。まず1個。まずアウト1個取れ。いやーでも勝ちきれない。これが現状の実力ということか。勝ちきれないよな。キャッチャー良くてもダメだもんね。 OK。 コーデラがもうこれ思いっきり引っ張っ叩いてホームランにするしかないな。これオッケー。さあまだ分からんよこれ。まだ分からんって。あー走らせるのはちょっと危険かな。こっちもキャッチャーええかい。流し打ち。いやゲッツ怖いわ。ゲッツ怖いわ。これセーフになれセーフになれ。くそくそ熱血転がせ。ちょっと待って130球結構もう疲れてきてると思うんだよなこいつ。ダメか転がせ。よし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 。チャンスきた。さあこれスクイズいくかこれ。任せ。ゲッツーじゃなければすっげーナイスラン。ちょっと危ないタイミングだったけどここで総力 B が生きたわ。総力 B が生きた。よしこうなれば逆転サヨナラだ。サヨナラだ。よしこれスクイズいきたいけど1だもんな。1球待て入れる。うん転がせ。2球ボールが次ストライク来ると思うけど転がせ。これここスクイズいってもいいかな。
でも下手したらダブルプレーもあるからね。転がせだ一番いい。くわ当ててくれよ、せめてせめて当ててくれよ。OK、粘れ粘れ。うわうわ、やっぱスクイズだったか。くそー、やっぱスクイズだったか。くそー、抑えろ抑えろ。ここ大丈夫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 よ。さあ、向こうのファーストっていい守備するけどこっちダメなのよね。やっぱ守備低いからか。あー、もうこれ燃え尽きちゃった感があるな。 OK ナイス。燃え尽きちゃった感があるか。いやまだ分からんよな。 OK、まだ分からんて。セーフティーバンド5だけどさ、と待て入れようか。望月まだ出てくる。ピッチャーみんないいねこれ。もう転がせ。うわくそーくそー、意味ないけどもう最後だから。さあ頼む。うわー当てられねー、当てることもできない。うわー終わった。試合終了です。高校チーム力及ばず敗れてしまいました。残念ながら2回戦で敗れました。くっそー、完璧にあの場面でしたね。10回裏あそこさよならできなかったのが痛い。うわー弱小だってよ。いやーこれちょっと、あーもういいや終わろう。はい、弱小になっちゃいましたね。またここからコツコツ頑張ります。はい、それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。